高校3年吹奏楽部の志村幸太郎です。昨年まで主将を務めてました。炎天下の中で吹くので一部野外用の楽器を使ったりしています。あとは先輩方が築き上げてきた伝統を崩すことがないように、礼儀などをしっかり指示しています。印象に残っていることは昨年の秋季大会でピッチャーの桜井君が清宮君から5奪三振を奪ったことです。吹奏楽部主将高校2年の梅澤智香です。中学生から高校生までおよそ100人ほどの部員がいるので、全員の健康面をしっかりサポートできるように気を使っています。印象に残っていることは春季大会の決勝戦でナイター応援をした時のことなんですが、10時を過ぎてから楽器を吹くのが禁止になってしまうので、全員で口合奏で応援をしたことがとても印象に残っています。野球部